D1 はイスラム国家の行政機関で、庁あるいは局を指す言葉である。トルコ語ではディーバーン。640年、第2代カリフーマルは戦士への俸禄を払うため、給付のための登録簿、つまり、帳面を作成した。ウマル一世の時代、ディーワーンは、メディナ、クーファ、バスラに存在した。ウマイヤ朝の時代、国家の業務が複雑化すると、庁あるいは局と意味を持つようになった。ムアウィヤ一世は、ディーワーン体制の確立を進め、勅令管理、文書、軍事、徴税、駅定に関する庁が整備されていた。シャー・アーラム2世からディーワーニーを受け取る、ロバート・クライブ・ムガル帝国及び、ムガル朝継承国家では、財務大臣を意味した。ムガル帝国では、ディーワーンは、財務大臣、あるいは、州の大衆の下に属する州財務長官を意味した。地方のディーワーンは、徴税、支出の権利のみならず、民事、刑事の司法権と行使した。1765年8月、イギリス東インド会社は、ブックサールの戦いの講和条約、アラーハバード条約により、ベンガルビハールオリッサの3州のディーワーニーを獲得した。ディーワーニーは、ムガル帝国の州財務長官の権利であり、これを得たことでイギリスは、形式的には、ムガル帝国の家臣として、この3州の州財務長官となった。だが、イギリスはこれを拡大解釈し、この3州では行政権まで行使するようになり、事実上この地域を領有するに至った。ありがとうございます。